こんにちは、ノラです。え、これが聞きたいっていう人がいるんだよ。あ、こんにちは、ノラですか。うん、今日はトレーニングします。なんか、いいトレーニング見つけました。なんすか。あなた、懸垂しょぼいじゃん。はい。懸垂の補助種目、僧帽筋、背中の厚みは今何やってます？それそれ、それで、なんか最近情報仕入れた。新しいな。うん。それをちょっと試していこうと。はい。ただそんな着てる服じゃ試しません。背中といえばジャンプスーツ。本当かい。今日は涼しく行こうと思います。そちらです。超うっせ。オープン。でん、マジで激薄。ビローン。すごい。お尻見て。うん、ね、これギャザー入ってるやつ。トレーニングウェアです。ジャンプスーツ。そしてジャンプスーツには珍しく半ズボンです。ショート丈。よく懸垂やってる時に履いてるよね、半ズボン。あー、あんな感じです。これやっちゃったでしょ。え、これやっちゃったでしょ。なんで。なんか素材といい、色といい、あれ似てるんですよ。ピンクのジャンプスーツでなんかすごかったやつ。変なおばさん、ピンク。うわー、俺も思った。あれか思ったけど、うん、見ないようにしてたんだが、あれ感がすごいんだけど。今デジャブ。俺ね、ちょっと大きめ買っちゃったんだよね。なんかそんな感じする。興奮して叫ばしたこれ着たら、これ着たら、まあ L だみたいな。着てみるまで分かんないですからね。なんか最近ジャンプスーツさ、なんか短いんじゃないかみたいなの多かったじゃん。多かった。ちょっと大きめにしたんだよ、今回の一連の買い物はね。それがあだだったね。でも小さめでよかったんだっていう。丈は目をつむる。素材はテンテロだよ。え、こないだのとどっちゃってんの。おお、こないだのとどっちゃってんテロ。同じ。このさ、紐のこの感じもなんか近しい気がする。あ、そう。じゃあピンクジャンプスーツ着ていきまーす。これやばくない。これどうなってんの。え、あ、バッテンじゃん。あ、バッテンかな。じゃあこう示しがつかない。ちなみにバッテンじゃありませんでした。じゃじゃーん。はいはいはい。じゃじゃーん。はい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 。どうでしょう。前は普通でしょ。着るのすごい楽だった。うん、前は普通だと思う。でも薄いから質感が微妙。これね、大ポイントは、大問題は横です。横向いて。もうここら辺やばくない。どうなってんの。いや、普通でした。いやいや、これ横さ、柄空きすぎんでしょ。面白い。なんかさ、横のラインよりもさ、この肩紐のラインの方がさ、背中側っていうのがさ、違和感がすごいんだよ。めったにないじゃん。いや、なんかもう俺からしたら、肩紐これ引っかかってんのっていう。ああ、確かに。だからクロスされてんのかなと思ったんだよね、本当だったら。これ、ま、クロスが正解なのかなと思ったら、これが正解なんでしょ。イエス。後ろ。背中、トレーニングめちゃくちゃ良さそうですね。なんかもう、横がすごすぎてさ、お尻割れレギンスっていうことを忘れちゃうんだけど。なんかこれ取り方によっては良くないかもね。ただ今回はガチトレなんで、背中見せて。肩甲骨を寄せてください。お、なんかなくはないのね。ということで、俺さ、僧帽筋の横とか下部を意識してサポーテッドロー、チェストサポートローやってたんだけど、なんと、解剖学的によると、まあ当たり前なんだけど、体斜めになってんじゃん。そうすると、上の負荷にどうしても座れるらしいよね。はいはいはい。どんなに重くしても。うん。じゃあ下部には？そう、僧帽筋の下部とチューブに効かせるには体を水平にしないといけないらしい。フラットってこと？そうそうそう。もううつ伏せでベンチに寝るとか。そうそうそう。あ、もうフラットにするとベンチを。そうそうそう。ただこのベンチフラットにすると、そうそう、手ついちゃうね。ほら、手ついちゃう。座ってでしょ。これ引けないじゃん、ローイング。うん。で、本当はこういう体勢がいいらしい。うん。特に僧帽筋の下部を鍛えるには。ちなみにそのさ、手つくじゃん、そこベンチを上げるっていう方法あるよね。まあ山岸さんが出してたから。まあまあできそうだけど、ちょっとめんどくさいよね、これを上げるの。そう。しかも今のトレーニングに入れるにはスーパーセットになってんじゃん。だからできないんだよね。ああ。で、簡単にできる方法があります。はい、やっていきましょう。セーフティーバー取ってください。嫌です。面白いね、君。ちょっとね、名前忘れちゃったんですけど、なんたらかんたらバーベルローイングです。あなたは知ってるローイングはどういうの。そんなローイングですか。正解です。はい、終わった普通さ、ローイングってさ、いや重いからさ、これドリアンローとかあったじゃん。はい、なんでね、はい、体斜めにしちゃいけないんだよ。
あ、だから俺大丈夫かな。これで固めないといけないらしい。でどうやるかっていうと、うん、ここを固めながら、うん、ここはこう斜めです。うわ、きつ。でこういう感じ。わかる、うん、水平のまま、水平のまま上半身はだら、肩甲骨周りね、うん、そのままこう、うん、これ脊柱起立筋も鍛えながら、うん、僧帽筋を鍛える。はい、そういう種目です。はい、でそれ見た時すげえいい種目だなと思ったんですけど、これきついね俺には。え、待って、俺さハムストリング硬すぎてさ、そもそも水平固定できない。ここ入ったな。そう、ここだな。そう、それ掴んで持ち上げて、で上カッと上げると、上げるときに、ここちょっと待って、これ待って、ハムストリングきついんだけど。でしょハムストリングきついんだけど。ちょっとやそうやりすぎなんだ。もうちょっと膝曲げて、でここも上げる、上に、はい、で、うん、でこう、うん、はい、下げて、で下げて、そう、あ、ちょっと痛い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 、こんな感じです。やばいやばい、ハムが我慢できない。どうすればいいの、ハムがきついんだけど。このセーフティーバーに触っちゃえばいいんじゃない、このセーフティーバーってことです。お、これでいいじゃないですか、うん、普通にハムストリングきついんで、さっき言ったこの柱にケツを乗せてやっていこうと。はい、そっちが楽っすね、うん、うん、2、3、あ、いいじゃないですか、もっとくっつけて。これね、腰にめちゃくちゃ気をつけてって言われてる。うん、なんかやっぱハムきついんだけど。はい、オッケー。ああ、きついきついきつい。やっていい？ああ。で、グリップはニュートラルがいいってさ。ほら、もう俺ちょっと曲がっちゃってるもん。これね、どうしようもないですよ。なんか曲がってるんですけどって言われちゃうんだけど、もうどうしようもない。なんか申し訳ないんだけどさ、曲がるんですよね。病院行け。ハムきつくない？きつい。なんかいつもと違う感じがする。これまだ伸びしろあるんじゃね俺ら。うん、そう、置いて、2、3、伸ばして、あ、無理、結構つく、寄せて、ちょっと待って、ハムが無理あ、無理、ハムが無理だわ、無理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 。マイクなんたらカンタラ先生の推奨するバーベルローのフォームらしいです。なるほど。だからなんたら種目ってわけではない。うーん、ただ今までにない筋肉の痛みというか引き方してる。思ったよりもいいわこれ。ちょっと難しいよね。そうだね、上級かなと。ほんと、もうちょい軽いところからやってもいいかもね。そうだね、あなたは もうちょい軽い 6.75 とか、うん、これをサポーテッドローの代わりに入れてもらってもいいですか。はい、てかさ、思ったんだけどさ、ケツ壁でよくね。以上です。ということで、次回からこれに変更して続けていきます。どう、聞き具合は？わかんないんだよね。わかんないんだよね。聞いてない？いや、聞いてんのかもしんないけど、いや、もうこう、ハムがとりあえず今痛いってことしか。こんな感じでございました。ジャンプスーツはどうでした？客観的に見て背中の動きはめちゃくちゃ見えていい。はい、まあこのジャンプスーツはヌーブラとかつけないと着られないということで、じゃあそれ着て、じゃあ次ブルガリアですかね。じゃあその動画はまたメンバーシップで公開ということですかね。ということで、マイク先生の推奨するダンベルローのフォームでやってきました。またコーチがいろいろ考えると思うので、俺は考えてないよ。またコーチもいろいろ考えると思うので、チャンネル登録してお楽しみにということで、バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。こんにちは、ノラです。うんこしたくなってきた。はぁ？お腹やばい、トイレ行っていいですか？ダメって言ったらどうなの？ブリュブリュ。